らりと書いていますが、業界騒然ですよ。そう語るのは、スポーツ紙記者だ。覚醒剤取締法違反で逮捕された元プロ野球選手の清原和博容疑者だが、発売中の、週刊新潮、新潮社、外伝、清原容疑者が親しい知人にしゃぶ仲間の一人として歌手の長渕剛を挙げていたことを報じている。同容疑者と長渕の交流は、1999年頃にスタート。2008年10月の引退セレモニーでは長渕が代表曲、トンボを熱唱した。同誌によると、二人は都内の高級ホテルにこもってシャブを決めたり、清原容疑者が長渕のためにシャブを調達したこともあったという。警察に押収された同容疑者の携帯電話には、決まりまくりのツーショット写真もあるというが、それよりも、新潮が長渕の実名を書いたことに驚きました。逮捕されたわけではないですしね。よほど確固たる証拠を掴んでいるのでしょう。長渕側は訴えないと事実と認めたことになりますが、裁判になって、とんでもない証拠を出される可能性もある。どうするか見物です。前日のスポーツ紙記者。12日発行の、スポーツ日本、も、長渕の実名こそ出していないが、新潮と同様の記事を掲載。タイミング的に本人と特定できる内容になっている。なぜ狙い撃ちされたのか？別のスポーツ紙記者が解説する。もともと疑惑があったのもありますが、何より長渕は一部のマスコミを除いて、めちゃくちゃ嫌われているんです。スポニチは長らく取材 NG ですしね。豪快なキャラに見えて、実は細かい性格で、ちょっとでも気に入らない表現があると激怒し、取材記者を延々罵倒する。所属レコード会社もそこまで長渕を守らないのは、性格に難があるため、ブチ切れて、会社の人事にまで口を出してきたこともあったそうです。社員の中には、あんな奴どうでもいいよ、と突き放す者もいるほどです。裸の王様だったということか。